メダルのガンマンは2010年にセガから発売されたメダルゲーム機である。使用基盤はリングワイド。昔の西部開拓時代をモチーフとしたガンシューティングメダルゲームである。キャッチフレーズは片手にメダル、片手にガン。全部で6ステーションがあり、ガンコントローラーは2丁ずつある。上にはメインモニターがあり、ビッグショーキン首が張り出されており、 常時回転している。メインモニターの裏側にはタルスロットがある。ゲームのメインになるモード。メダル挿入口からメダルを入れるとクレジットが増加する。クレジット1に対し発射できる弾は一発である。画面上に出てくるターゲットを倒すとルーレットストックが一つ溜まり、画面上部のルーレットが回転を始める。またストックが 最大報示数の12個ある状態でターゲットを打つと、ストックのどれかが紫色の当選確定に変わることがある。この場合、必ず何かが当たる。また突然、チャンスと宣言される場合がある。この時に現れるドル袋を打つと、メダルを獲得できる。さらに、宝箱が出現すると3発撃てば、メダルを獲得。またさらに運が良ければ、宝箱の中から、 各種バッジや金が出現することがある。金の場合は上のメインモニターに表示され、金は撃つたびにメダルを落としていく。壊れるまで撃つことが可能で、壊れると一気に多くのメダルを落とすが、108回撃っても壊れなければ、さらに大量メダルの獲得が期待できる、タルスロットに挑戦できる。またターゲットには3種類ある。金か銀のバッジがルーレット抽選で当たるか。 体力ターゲットを倒した際に出現するとこのモードに突入する。ここではメダルの消費はない。画面上に出てくる敵を倒していく。ただし敵からの攻撃を受けるとタイムが5秒減る。また撃ってはいけない一般人も存在し誤射した場合も即座にタイムが5秒減るが敵の頭部を撃てばヘッドショットとなりタイムが1秒増加する。ノルマ人数分の敵を倒すか。 タイムアップになると終了。その後撃った敵の数の分、取り調べが始まる。敵は0.13.5枚のメダルか wanted のメダル、wanted が1文字ずつの、計6文字。すべて集めると下記の決闘モードに発展するを、持っている。またステージ中に1回も攻撃を受けていなければ、ノーダメージボーナスとして0枚のメダルを持っている敵の、 中からさらに5人の再取り調べがある。各ステージの外境捜索モードの敵捜索モードで、ウォンテッドのメダルが集まると、賞金首との対決が始まる。賞金首には、レギュラーとビッグの2種類存在し、レギュラーの賞金額は100枚で固定。ビッグの賞金額は、筐体上部のモニターに表示されている。制限時間は99秒で、時間内に、 対戦相手のライフを例にすれば勝利。なお、敵は、ライフの残りに応じて、攻撃、戦法を変えてくる。創作モード同様に、メダルの消費はないほか、ダメージを受けたり、一般人ごっで、タイムがマイナスされる。ただし創作とは異なり、ヘッドショットによる、タイム増加はない。タイムアップの場合は、賞金首は逃亡し、チャレンジボーナスとして、一律50枚送られる。 なお創作モード中に、賞金首に遭遇する場合もあり、遭遇時は直接決闘モードに発展する。賞金首は全部で10組存在し、そのうちの3組はビッグ賞金首になっている。ビッグ賞金首が倒された場合、その枠に別の賞金首がビッグ賞金首に指定され参入してくる。なお、ビッグ賞金首は、プレイしている時に少しずつ、賞金増額がある。 ビッグ賞金首に逃げられた場合、その賞金首の金額が一気に50枚以上も増加する。賞金種リスト射的モードで馬が当たるとステージが移動する。ステージは全部で5つあり、最終ステージまで進めると早打ち牧場へと進み、自動的に早打ち対決への挑戦となる。早打ち対決を終えた場合は最初のステージに戻る。馬が当選して、 ステップが最終ステージ、早打ち牧場にたどり着くと挑戦できるゲームで、創作、決闘モードと同じくメダルの消費はない。内容は、クイックジミーとの早打ち対決である。ルールは画面上に、打っての指示が出た瞬間に打ち、相手のジミーよりも早く打てば、勝利となる。打っての指示が出ていない時に発射すると、ミスとなり、再挑戦になるが、 ミスが可能なのは2回までで3回目でミスした場合は自動的に敗北となる。見事勝利するとルーレット抽選が行われジミーが倒れた役の配当がもらえる。役の配当はメダル25枚50枚75枚、そしてタルスロットとある。なお、メダル25枚が当選した場合はランダムで復活演出に発展し、その場合メダル25枚か、 タルスロットのどちらかが当選する。タルスロット早打ち対決でタルスロットが当たるか、射的モード中に出現した金を108回打っても壊れなかった場合に挑戦できる。全部で3ラウンドあり、スロットの揃った絵柄に応じてメダルが獲得できる。射的モードではターゲットを破壊するごとにガンマンスコアと呼ばれる得点を獲得できる。ターゲット1体につき1点。 さらに途中に出てくる高得点ターゲットを倒せば一気に20点も稼げる。そして1000点貯めると自動的にカールマートへ行きお買い物ができる。カールマートでは以下の4つの項目から選択できる。また、店主の言うことで少しだけ今後の内容が変わることがある。画面上部のルーレットの内側にあるリングカラーがゲーム中に変化することがある。全部で色存在し、 それぞれ意味合いがある。2010年6月からバージョン1.1となり、以下の要素が追加された。ありがとうございます。